ちは。こんにちは。さあ今回も、はい、屋敷さんがいらっしゃるということをツイッターで。なんで金目が知ってるか。知ってます。なんだ。あのもともとキャッチャーされてて、お父さんが扇の要から出てるっていうね。そうですね。はい、ツイッターで、はい、皆さん屋敷さんに質問したいということでちょっとご紹介していきます、はい、まずエイプリルさんです。ありがとうございます、はい、トレードマークとなったヒゲを生やしたきっかけ、これ教えてください。僕ねプロで一番いい年が1985年だったと思うね、阪神も優勝した年、その阪神ね、ない、あの時ね生やしてなかったですよ。いやなかったよね、ずっとなかった。なんで生やしたのかなと思って、それから話し出したのか覚えてないんですけども、自分では気に入ってるんですね。だからそう、何がきっかけだったの？何ですかね。あ、斉藤明夫さんに憧れたとか。そんなこと全くない。全員で。僕ね、入団した時ね、無将棋生やしてたんですよ。自分は。え、早いですね、結構。で、当時のレッド館とかにそれやってこと。これはそれやったかなと思って、そうしたら。まあ、ヒゲの憧れが高かったですね。まあ、好きだったんだ。そうね、ってジャイアンツ行かれても、あのジャイアンツで生やしてらっしゃいましたよね。ああ、だってヒゲ禁止でしょ。禁止なのかな、分からないですよ。いや、禁止はない。禁止なんですか。うん、へえ。だって小笠原だったら FA で行ったら全部剃ったじゃん。剃りましたね、うん、長嶋さんが剃るなって言ったんですか。いや、長嶋さんがなんかお前似合うからそのままでいいよとかなんとかってなかった。当時のね、ジャイアンツってまあ、おとなしい性格の選手が多いっていうふうに中島さんが思われてて、はい、屋敷どうだって、うちの選手はスカート履いてよくやってる嫌がるかって言ってた、うん、お前はひげそうだろって言ったら、やっぱり分かりましたって聞いてた。なんかやっぱ野生味というか、そのワイルドさをっていうことでしょ。野生味は誰よりもあったそうですよね。実はすごく大事な男だから。いやいや、そんなそれはね、ずっと話されてて、元気の時に。いや、でもね、言ったことに対して、すごく気になることはずっと気にするタイプだった。そうですね、結構ね。で、確認を取るような、うん、ああやって言ったけどっていうふうな、まあ、感じのタイプだった。言いっぱなしで、こう、突き放すっていう感じじゃない。ああは言ったけどって、どういうふうな感じでいるかなとか。それは気になりますよね。まあ、そうですよね。だからそういう感じだよね。うん、やっぱ暑い方なんですね。暑いよ。体温高い。いつも半袖だった。そう、ね。あ、基礎代謝がじゃあ。まあいい。だいたい家で一人でいるときは、もう全裸ですからね。はい。あ、暑いの嫌いなの。ラゾ。ラゾ、あ、じゃあ一緒です。本当。あ、暑いですか。そう。じゃあ二人でラゾでやれるか。あ、ラゾチャンネルってのやりますか。やりますか。やりますか。できるわけがないじゃない。そうなんですね。ああ、よかった、仲間が見つかりました。じゃあ続いての質問をいきたいと思います。コウさん、ありがとうございます。スピードをこう生かすタイプの選手の食事面が気になりますということで、吉木さん、現役の時なんか食事面で気使われてたことってありました？いや、特にはないですね。炎症だったよ。そうじゃないですよ、全然。そっか。いや俺は、なんか屋敷は、野菜食べてるところ見たことないんだよ。あ、野菜は、当時は少なかったから。そうだね。でも、現役に出してから野菜たくさん食べますよ。現役時代は何好きでした？肉が好きですか？何でもいいよ。でもね、魚よりも肉ですか？魚なんか知らなかったの。知ってるよ。知ってるの。いや、知らないぐらい肉が好きだ。タイとヒラメぐらい知ってるよ。そうだ。そのぐらいで、あ、いや、あとはもうステーキとか焼き肉とか。焼き肉が多かったな。野球選手って多いですよね。だって臭いらない、臭いらないって言ってた。嘘。いや、本当。言ってない。いや、まだね。いや、いや、じゃあそのぐらいで俺野菜食べたの見たことない。ちゃんとナムルとかも。あ、ナムルね、味ついてるよね。ナムルはまあ野菜ですけれどもね。あ、じゃあそんなに気にせずに。でも今だってスリムですし、当時だってね。体質でしょ。いや、結構食べてますよ。でも体質かなと思って。羨ましい。羨ましい。どういうことな。豊さん、現役時代の体型どうですか？10キロぐらい。もっと太りました。
ひどいよな。健康のために痩せた方がいい。そうだね。散歩してる。散歩してない。動いた方がいいですよ。散歩ここら辺はうるさいからな。確かに。続いて、心カウンセラーさんです。はい。94年の日本シリーズのあのスーパーダイビングキャッチ、あの時中嶋監督からどんな声かけられましたかと。いや、ベンチ潜ったとなんか抱きつかれそうになってる気がしたけど、違うかな。中嶋さんは抱きつかれそうになったけど拒否した。いやいや、まあ、あのプレーがっていうふうに後でね、新聞記者に日本シリーズの中でも書いたって言ってくれたんで、はい、よかったかな。あの時の心境というか守っていて飽きたっていう、その覚えてますか。全てのシーン全ては覚えてます。1対0で勝てたんですよね。で、最終の攻撃で、先頭打者がセンター目を打って取れると思ったんだけど、取れないで弾いて、弾いたのが、まあ二塁打でしたね、記憶に入れたの。で、ノーアウトランナー二塁になって、次のバッターがフライ上げて、なんかツーアウトになったのね。そしたら、最後の鈴木健という、まだバッターが最初やつが出てきてね、彼はね、こうバットコントロールがすごく柔らかかったですね。で、牧は多分最後はこのままがフォークになる。これを鈴木健が拾ったら、来る可能性あるなと思って。守っていて持ってたんです。まだ来そうだな。あ、もうちょっと前に来たんで、無我夢中でね、飛びつきましたけど、あの時ね、膝動かなかったですね。ああ、膝全然動いてないですね。膝が痛くて、はい、痛み止め、膝の滑りのいい薬、あの注射を週に2、3回打ってるんで、はい、前は普通だったらもうちょっとね、軽く取れる。まあ、屋敷の能力だったらね、あ、もうなんか足引きずってる感じがしてたもん。相当ね。そうそう、相当来てんなと思って俺も見てたけどね。屋敷さんはセンターをずっと守ってるじゃない。このバッターだけはスタート切りにくいっていうバッターいた。この面がさ、ボールに入ってって。あの面っていうかね、この発発力が半端ないなと思ったのは、レジースミスってジャイアンツ来た。ああ、見た見た。あいつがね、打席に入ったら怖かったですね。ああ、そう。それ以外はあんまり。それ以外はないですね。でもやっぱこう、えっていうのが、うん、やっぱガヤ、いいスタート切ろうとしてるじゃない。そういうのはやっぱレジースミスだけ。ですね。だいたい、まあ、キャッチャーパッと言うから、うん、コースは分かるじゃないですか。で、まあ、こっち来るだろうなと思って、こうね、引っ張るなと思ったりこう。気持ちがいくじゃないですか。でもそのインコースなのに詰まってこう柔らかくピョッとこう振り遅れたりするっていうバッターは嫌でした。佐々木リングバッター。続いての質問です。野手5大タイトルさんです。屋敷さんは1番打者タイプだと思ったんですが、3番を打った時期もありましたが、はい、それぞれの打順で気持ちの違いというものはありましたか。ありましたね。1番はとにかくランナーに出ることですもんね。昔の野球は決めをこう、ね、簡単に打たないで、粘って、はい、球数を取らせるって言われたら、でも須藤さんは初球から打てるって言うからね。だから楽だった。1番はしんどいですよ。はい、で、3番はね、出たランナーを返さなきゃいけないっていう、ね、使命感がね、生まれましたね。どちらの方が好きだったとか、自分のタイプ的にあったの。僕は3番の方が良かったですね。ランナー出てくれた、はい、返したら、ね、キューが入るっていうような感覚で打席に立てましたね。やっぱりワイルドですね、やっぱ考え方が。いや、やっぱり出て通りしても、うん、点にならなかったら査定が低いっていうのよく知ってるそりゃさ、打点が高いもんな。それはやっぱりヒーローになれるし。そうですよね、ホーム帰ってくるよりも打点の方がって、うん、そうですね。85年のね、野球、はい、一番楽しかったですね。3番打った時、豊さんも見ていて感じてました。誰が3番生き生きしてるなって。まあ合ってないことはないなと思ったよね。でやっぱりこうスーパーカーをこう並べた時に誰が一番打つって言ったら、まあ、出塁率俺が一番良かったし、まあ、一番だろうなっていうのはあったけどね。まさか俺が3番打つとは思わなかったけどね。本当に自分でも思わなかったですよ。あ、そうですか。
よくぞ佐藤さん、さんが誘ってました。あで今の須藤さんの話も出ましたけれども、はい、ロケッツさんという方がですね、はい、あの関根さん、小葉さん、須藤さんなどいろんな監督のもとでプレーされていましたが、それぞれの監督の方とも何か思い出ってありますか？いや、須藤さんにはよく怒られましたね。あ、そうですか。僕は怪我でね、ファームをしてるんで、二股上の監督が須藤さん、二軍活動、らしき調子はどうやら、あの年ね、当時ね、怪我に赤いストッキが欠かされた。そうだね。赤いストッキ、怪我にだって分かる。あ、目印だよね。ね、そうですか。で、俺ね、調子どうやって言ったら、足出してたら、赤いの見せたんで、はい、めちゃくちゃ怒られましたね。あ、こんなの。結構、結構すごいですね。もっとひどい話があるんで、平松さん。そんな序の口だよな、こうやって。平松さんが、おお、まあ、どうなんだって言ったら、はい、平松さん、お前ってお前に言われたくないわって俺はちゃんと、いや、え、俺は平松さんだったの。違う、須藤さん。あ、須藤さん、ああ、そう、お前あったの。あった、思い出した。お前って誰に言ってんだって俺は平松だって、名前があるんだって、お前にお前って言われる筋合いもない。須藤さんですか？めちゃくちゃだったよ、昔の人は。ね、すごい、あれは痛快だったね。見ていて監督と喧嘩する外国人もいっぱいいたしね。すごいですね。今日ありますね。みんな座ってるというか。座ってるというよりも、一瞬はってなるよね、監督の方が。固まりますよね。固まるから。あ、じゃあ須藤さんにもこれですよって見せたんですね。はい、お前が履かしてんだろみたいなタイプ。上から。お前が履けって言ったら、見えねえかみたいな感じだよ。腹の中。すごいなぁ。いやもうね、なんかすごい。やんちゃでしたね。やんちゃあったな。でもなんかそれも今となって思い出だし、楽しく語れるっていうのもなんかいいですね。平松さんのこと覚えました。あれ面白かった。見てて、お前って誰に言ってんだって。お前って誰やって。すごいですね。平松さんも今じゃいいおじいちゃんだったけど、昔は。これはしましたよ。あった。昔はキレッキレでした。昔はいや、気遣いは気強かったから。平松さんの200勝の足を2回引っ張ったんですよ、外野で。平松さん、ガーンってね、グラブ叩いてたよ。怖い。やっちまったよ。その時、謝りに行くんですか？なんか。行かないよ。行かないですか、もう。そこは。行ったかな？いや、行った。さすがに行ったか？いや、行った。平松さん、すみませんって言った。もういいよって。あそこは。面白い時代だったんですね。太陽。その代わり、俺200勝した時、俺ホームラン打ってた。おぉ。ね、それ貢献してるわけ。雨でもう、雨でもうその降雨コールドになって、後楽園、はい、ホームラン打って、はい、点の取った人なんか覚えてないからね、平松さん。俺が200勝したんで、いやいや点がいるでしょ。俺ホームラン打ってるから。全然覚えてない。そんなもんですよ。そんなもん。わがまま。大学も顔で集まり。あとですね、小間美さんが鉄道好きな屋敷さん、うん、一番好きな車両は何ですか？ C62 っていうんで、大きな客車を引っ張るやつね。はい、あ、東急でしょ。はい、だから乗車車だけ走らない、はい、意味だけど、うん、客車引っ張ったり、貨物を引っ張ったり、客車、特急の列車を引っ張っていた C62 っていうのが好きです。でかくて。でもさ、俺の中ではデコイチって D51、あれが一番やっぱり有名な。あれね、1100両以上作られて、一番たくさん作られたから。たくさんあるんだ。たくさん、うん、今年も何いっぱい撮るの？写真。まあまあ撮ることも多くなる。それで今現在、まあ、SL だけじゃないじゃない。じゃあ、どういう活動を今してる？僕はね、平日の夕方から子供に野球を教えてるんですよ。今はどこら辺だ？全部違うんですよ。月曜日は東京の北区、火曜日が川崎、水曜日が、大島、あれ、江東区の大島、あと木曜日が鎌倉、金曜日は娘です。毎日を違うところで教えてるの？生徒は7、80人ですよ。すごい。で、あと週末は、まあ、いろんなところに呼ばれて、まあ、公園とか、はい、まあ、鉄道の仕事もできます。あ、そうなんだ。だから野球もどっぷり野球ハマってますよ。
あまりすぎだな。僕の教え子じゃもうプロ野球選手になってる。例えば誰？ヤクルトの奥村。奥村。ちょっと出だし。左バッターですね。彼、はい、うん、は中学生の時に何回も教えたし。で、スタートは関根。お、世界ですね。あれ名古屋じゃない？あれ名古屋ですね。名古屋からね、僕の夏の合宿に来てたんです。ああ、そういうことか。奥村はね、3回ぐらい来たかな。あと菊池雄星も子供の頃見てますね。ああ、そう。岩手行ってる。はいはい。この子すごいねってキャッチボール見てる時に横にいた感じで見た。この子すごいねって言ったら、菊池はそれを覚えてた。やっぱりさ、光るものがあるよね。全然違ったんだよね。全然違うよね。覚えてなかったんだけど、菊池雄星が丸谷市長に子供の頃ですごいねって言われた。じゃあ今年もあれか、あの子供に耳を与えながら行きますよ、ね、はい、うん、まあ、こうプロ野球にね、どん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 こう輩出していってくれれば、ね、楽しみですよね、はい。